はい、どうも、こんにちは。皆さん、ゲンです。ということで、ちょっとね、前回のとこからね、戻ってね、実況再開しようと思ったんだけどね、ちょっとね、一個ちょっと気になるとこ見つけたんで、ちょっと一回ここです。ちょっと、はい、見てください。うなりでかい旅館だな。どうやら、俺たちの目的はここではなく、別館にあるらしい。あのばあさんも管理できないほどの大量の書物が眠っている。だから、ここなんですよ、多分、キーは。ここ、前回見落としたんで、ちょっと、一回ここだけね、見せたかったんで、はい、以上です。ということで、じゃあさっきのとこ戻りますか。で、おばあちゃんいるはずなんだけど、おばあちゃんいたね、はい。で、はい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 。別館の方も言っておきなさい。これ別館から戻れねえのか？いや、まあ、封印解いちまったからな、この子がな。でも今回さ、彼らがいるじゃん、彼ら。みんなが。どうなんだろう。また本館に戻れないってパターンになっちゃう気もするよな、普通に。はあ、空気変わるんだよな、ここで。で、はい。で、前回言った通り、階段登って、ね、行くわけよ。もう RTA 奏者じゃん。普通に。でね、これやめてほしいとこ行っていい？一個。これさ、下じゃん？で、これ下押しっぱだと、向こう戻っちゃうの。ほんとやめてほしい。この、ちょっとそこだけ気になる仕様として。まあ、別にそんな、文句あれしたいわけじゃないけど、ちょっとだけ気になっちゃうねって話で。で、はい、問題の部屋ね。で、はい、ここね、一回セーブします。で、この子マジで肝座ってて面白いね。というわけで、じゃあ行きますか。セーブしたし。急に空気変わったじゃん。こいつ遅いんだよ。なんか、今までのさ、なんか、キャラで一番弱い気がするんだけど、自分だけ？自分だけかもしれないね、もしかしたら。で、こっち。ちょっと歯応えがないなぁ。ないなぁ。戻れる。あれ？あ、夜になってる。あれってことは？ちょ、待って。これ戻れたってことは助かったってことでしょ？普通にわかんねえ。お、来た来た。お、夕飯の湯。あ、よかった。え、今回良くないか？これ今回結構みんなに相談できるの熱くない？こういうことがあったんだけど。空気変えたな。空気変わったな。急に和やかになった。危なかったのに。はっはっは、そりゃありがたいね。うまいぜって。でもまあ、お偉いさん方の意向もあるからね。きっと独占欲が強いんだろうさ。今日泊まるだけでも運がいい。かあ。これだから金持ちってのはデー嫌いなんだ。美味しいところ、大嫌いなんだじゃなくてデー嫌いなんだって言ってそうじゃない？加賀さんのキャラだと。ちなみにだけど。美味しいとこ全部持ってっちまった。けんけんけん。どうした？みことくん。食欲がないのか？もしかしてダイエット中か？飲んでいいだろ、こいつ。女の子に、あ、ダイエット中かって言えねえよ、普通の人なら。おばあさん、やっちまったって、日刊の別館、お面が飾られてる、あ、あるね。もう別館の方行ってきたのか、それで何かあった？てんてんてん、襲ってきたんです。お面が、一人でに。何？怖くて怖くて、それでここまで戻ってきたんです。てんてんてん、またかいか。どのお面なんだい？能面です。ちょっと不気味な。あんた、あのお面が動いたとこ見たことあるかい？いや、まさか。ありえませんよ。私も聞いたことないよ、そんな話。てんてんてん。早くも彼女の影響が出てきたか。どういうことなんだ？姫野くんは何か感じてここへ来たんだ。だったらここまでの経緯から再び怪異が起きても不思議ではない。だがこれはある意味チャンス。彼女の感性が間違っていなかったとすれば、これまでの怪異を解明する何かも存在することに違いない。何か、確かにな。どうなんだ、姫野くん。今は、まだよくわかりません。私がここに来たのは何かに呼ばれた気がしたから、本当にそれだけなので何が起きているかも何があるかも見当がつかないんです。なるほどね。もしかして緊急事態かい？はい。おそらくは。別館行くのか、またお化けなのか。
わかんない。あ、お化け、あ、やべ、子供が言ってんのか。念のため、旅館の人たちは避難した方が良さそうですね。もう何が起きるかわからない。神代家の事件を繰り返さないために我々にもご協力お願いします。そうした方が良さそうだね。不測の事態が起きた時は、俺っちが安全な場所まで送っていく、そういう予定だったな。ああ、よろしく頼む。俺ら、お前らはちゃんとミコトちゃん守れよ。守るよな。準備はできたようだな。ああ。山を降りて安全な場所まで避難しても決して一人で戻ってくるなよ。そりゃないぜ。俺っちもこの回最後まで追求して。持ってくる最中に何が起きるか分からないよ。どうしてもだと言うなら必ず応援を連れてくるんだ。そんな役回りだぜ、タグよ。人命を守る。これのどこがそんなんだ。お前は立派だよ、強し。まったく、口のうまいやつだ。さ、必ず後で事件の詳細を根こそぎ聞かせてもらうからよ。そん時は覚悟しな。ああ、約束する。じゃあ行くか。みんな悪いな。巻き込んじまってよ。ええんよ。お前さんは平気かい？ああ。ばあちゃんたちは俺が責任持って安全な場所まで届ける。にわかには信じがたい話ですが、心遣い感謝いたします。職人まともだね。ちゃんとできてる人として。また今度一緒に遊ぼうね。うん、そうだね。ということで、じゃあ行きますか。いやー、めっちゃ怖いっすね。そうだよね。自分一人で行くの？ちょっと待って。自分一人で行くんすか？ちょっと待ってくんね。ちょっと待ってくんね。自分一人で行くのこれ。ちょっと待って、セーブしますけど。あ、いやいやいや、よかった。神代おばあさんから別館の鍵を受け取ったそうだな。はい。翔太は別館の方に向かっている怪の真相を探るそうだ。あの、大丈夫なんでしょうか？心配ない。自分の身は自分で守れるやつだ。俺たちはね、今回の怪を解決できるのは君しかいないと思ってる。強し、俺も強しも翔太も、そのフォロー役ってわけさ。神代のおばあさんから受け取ったんだが、これは君に渡しておくよ。個室の鍵、等個室の鍵、財をもらった。ありがとうございます。礼には及ばないさ。氷室さんもどうか無理はしないで。無理？無理はしないさ。ただ、君の言う能面とやらに遭遇したら迷わず始末するがね。よ、いや、普通にさ、なんでみことちゃんについてかないの？普通に、無能か？こいつら。別館行くか。あ、でもちょっと待って、個室の鍵まず使おうぜ、普通に。まずは個室の鍵を使うわけですよ、皆さん。ね。こっちじゃねえか。こっちかな。ちょっとわかんない。わかんない、みんな。ここじゃねえの？普通に全然違かったみたい。ちょっと恥ずかしい、恥かいた。別に本館はアンチ臭いな。うん。多分。だってここも鍵かかってるよね。どこ？どこの鍵？あ、別館1階東廊下だった。全然みんなごめん、全然気づかなかったんだが、うわー、クソやだクソやなんだが、何これ、こんなとこあったっけ。ここさっき見てんな、うん？こんなとこあった記憶ねえんだけど、みんな見落としてた？でもそんな見落としねえよな。よくこんな状況下で今度とみんなで泊まりに行きたいな、友達と行きたいなとか言えんな。ちょ、もう無敵の人じゃんこの人、逆にもはや。ここかな？開いてんな。
うわー、この部屋なんかありそう。一回ちょっとごめん。ちょっと探索させていいっすか。これ多分文章同じだな、みんな。ここは一緒だから。これ絶対ここじゃん。ここに隠れろってやつじゃない？どうでもいい、お前の感想。マジでどうでもいい。マジでどうでもいい。この状況下において。あ、いた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 。よかった、桐崎さん。てんてんてん、君か。なんでここで何を、資料を調べていた。上白家にまつわる歴史、家系、その他諸々な。こんなすごい数平気なんですか。よし、表紙を見ればある程度わかるから、中に関連のない資料もあるが、それっぽいのを探すに苦労はない。大変ですね。しかし、あのばあさんも焼きが回ったものだ。え？資料がまるで管理されていない。いや、手入れは十分なんだが、区別がされていないんだ。区別？先ほど上白家に関する書物を見つけたのだが、その隣にはまるで関係ない資料が並んでいた。どうやらノバイさん、あの膨大な資料を本棚に突っ込んでるだけで、自身の家系には微塵も興味がないらしい。そうなんですか。だが、これはあのばあさんが知らない事実がここに眠っている可能性があるということ。姫野君、君は間違っていなかった。この場所は新たな発見に持ってこいだ。はあ、そうだ。ついさっき別の部屋で鍵を見つけてね。君を、こいつら有能じゃん。お広間の鍵、あざっす、あざまーす。資料に関する調べ物に任せて、君のやるべきことを探す。じゃあ、ここは別に調べなくてもいいのかなって感じだけど、一回見ておきましょう。陰陽師もいたの？なるほど。ちょっと今日時間、どうなんだろう。ちょっとダメだな。もうちょっと探索したいな。ちょっともうちょっとやりたいわ。普通に。あいつに会うまでやろうぜ。1階の鍵だから。ここくせえ。ここじゃねえ。なんだこれ。屏風。なんだこれ。やばいんじゃない？お札が貼ってある。一つ欲しいな。こけしさんだ。どっか隠れられ探し、使うとこ探しとかないとな。2階やばいよな。でもなくね、鍵。なんだ。三味線。ちょっと叩いてみようかな。ちょっと叩いてみようかなって何？あ、歌が書いてある。本当になんか、なんもないっすね。探索してて。ここかな、鍵かかってる部屋。便所だ。便所あるんだ、ここにも。ちゃんと隠れスポットじゃん。なんかこれやばいんじゃない？やばい。やばいんじゃない？みんな、ごめん、ちょっとやばいんじゃない？セーブしとこうか。てんてんて、はてなはてな。うわ、びっくりした。急に。これ作者の家で撮っただろ、この写真。作者の家で撮ったでしょ。しかも、何この、虚無い時間。これを全部解放して最後なんかあるっていうオチな気がするんですけどね。どうなんでしょうかね。とりあえず、本館に直行してみる。本館が唯一のアンチじゃん。マジか。マジか。お前、ここまで来ちゃうんだ。不協和音やめてもろて。氷室さん、普通にいないんだが。氷室さんいなくて泣いちゃうわ、普通に。どうしよっかねー。隠れられそうな場所見つけたいんですけども、ちょっとなかなか厳しい感じはあるよな。これどうすればいいの、普通に。ねえ、これ普通にどうすればいいの、みんな。トイレ無理だろう。終わったくない？終わってないな。負けるわ、意外と。かろうじて。
正直かろうじて負ける。どうすればいいの、だる、ちょっとあの人のとこ行こう。し、絶対資料漁ってるから、とりあえず資料漁ってる人のとこ行こう。こっちだっけ、あれ終わった？なんだあいつ。とりあえず曲が終わる前に逃げ続ければいいのか。多分今回形式として見ればなんかちょっと物を倒して邪魔したりとかそういう感じではない感じですよね。悪いが人にしてくれないか。あんなことがあったのに普通に終わってる。というわけでじゃあ皆さん今日はご視聴ありがとうございました。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。会社ここでお会いしましょう。じゃあねー。